So you think you are right?隙間時間の立ち足パカで細ももになりましょう。最初は膝を外に開いて足を上げてください。姿勢は一直線を保ちながら上げると内ももに効きます。腕を前に置いて開いた足を上げて手にタッチしてください。その時に少し止めると太ももがさらにほっそりします。反対です。バランスが取れない方は壁に手をついても大丈夫。自分のできる範囲で行いましょう。軸足側に足を上げて、そこから大きく外に開いてください。バランスが崩れないようにお腹に力を入れましょう。反対です。足があまり上がらない方は膝を曲げてみましょう。上げた時にお尻に効いていればバッチリです。最後は浅くしゃがんで膝をパカパカします。足の裏は閉じても開いても浮かないようにしましょう。楽に感じる方は深くしゃがんで追い込みましょう。あと少し。3、2、1。お疲れ様でした。30秒でも続けていけば変わります。明日も一緒に頑張りましょう。